そこで、オープン戦の恒例となってまいりました、今年のエムスプラッシュの新メンバーのご紹介コーナーまいりましょう。それでは今日の新エムスプラッシュさん、カモン、拍手でお迎えください。あらちょっと前の方へ、前の方へ。さあということで、今日は新エムスプラッシュから2名お越しいただきました。あとなんかよくわかんない2人がいますけども、皆さんはどういった括りなんでしょうか。私たちは地方出身の方言スラッシュです。なるほど、今日は地方出身方言スプラッシュのお二人にご登場いただきました。さあ、あとこちら2人も地方出身、境の帝王だ。なるほど、ちょっと順番に聞いてきます、とりあえずね。ではでは、まずさよから、今日はせっかくなんで方言で自己紹介と自己 PR をお願いしていいですか。ではお願いします。はい、さよです。出身は兵庫県やで、地元とは遠いところでの活動になるんですが、はい、いつも新鮮な気持ちで千葉のいいところに触れながら力いっぱいパフォーマンスしていくで、よろしくお願いします。はい、お願いします。さよでした。では続きまして、ゆいな、お願いします。はい、はい、いいとかジャケとかめっちゃ使うんじゃけど、まさかの広島です。そうです、広島出身です。はい、はい、広島、もうほんまにこんなキャラじゃないんだけど、むちゃくちゃうるさくて天然なんで、はい、バカなんでよろしくお願いします。はい、角ゆいなをどんどん出してってくださいね。はい、出します。はい、そして千葉ロッテマリーンズ8年目の浅田お兄さんです。愛知県名古屋市出身なので、まあ大変なこととかね、寒いこともあるかと思うけど、まあ、みんなで一生懸命頑張ってかなかと思うので、ちょっとここは一つ皆さんよろしくお願いしますよ、今年もね。名古屋弁出ました。よろしくお願いします。お兄さん、実はね、MC の全然出ないんだけど、ね、名古屋出身なのよね。唯一出るのは中日さんが来た時、うん、そう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 、中日の皆さんと喋ってると名古屋弁になっちゃう。そして、一番端の方もちょっと見せてもらっていいですか。南極圏生まれ、クールだべと。南極圏、ずいぶん広いね、くくりがね。だべってなんか千葉の言葉みたいな感じだけど、さあ、そんな南極圏生まれ地方出身のクールさんから新メンバーに聞いてみたいことあるんでしょ。用意してもらって、めくるとこ反対側だからね。はい、めくってくださいと。なになに、はいはい、出身地の良いところはと。じゃ聞いていきましょうか。ではさよからいいですか。はい、兵庫県は、方言でお願いね。はい、普段の喋り方でいいからね。はい、神戸のスイーツがすごいおしゃれで、いろんな種類があっておすすめやし、あと元町の中華街とかもたくさんいろんな食べ歩きができるところがあって、美味しいものがいっぱいあるところがおすすめやで。なるほど、すごいナチュラルになってきましたね。皆さんもぜひ普段グリーティングとかで喋るときね、なんなら方言でね言ってもらってもいいですからね。おすすめはスイーツだったりとか中華街で、はい、皆さんも関西で、ね、試合に行くときは行ってみてください。ではゆいなはどうですか。世界遺産が有名なのは宮島。聞いてる聞いてる。世界遺産が有名なのは宮島。正解です。宮島。福島神社ですね。うんうんうん、福島神社と、まあ、原爆ドーム、ちょっと悲しい話なんですけど、原爆ドームと、はい、あと何じゃろう、チンチン電車。うんうんうん、多分観光地がいっぱいあるよね。いっぱいあるから、うん、来てね、みんな。若干表示もらったけど、最後ね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも行ってみてください。あ、じゃあお兄さんのも聞いとこか。聞いとこか一応、まあ、やっぱり名古屋といえばね、はい、どうしてもやっぱ味噌煮込み、それから味噌、まあ、味噌串カツとかね、美味しいものあるよね。エビフリアとはなかなか言わないけど言わないんだ。エビフリアとはなかなか言わないけど、まあ、エビフリアとか、うん、あと、まあ、コンパルとかね、コメラ喫茶とか今こっちにもあるのでね、うんうんうん、ぜひ皆さん喫茶文化にも親しんでいただいてなるほど、また名古屋で美味しいものいっぱい食べて、あ、で、美味しいものいっぱいあるから。お兄さんこんな感じなの。そうなんですよ。そう、最近ね、びっくりびっくりになっちゃってね、もう大変で。でも千葉だからね。そう、千葉なんですけど、まあ、うちにはちゃんと赤味噌置いてあるからね。あ、そうなんだ。キープしてありますよ。なるほどなるほど、はい、ではクールさん、南極のいいところあります。実はそういう感じ。んじゃめな寒い。んじゃめなって何ですか。南極の方言。すごくって書いてある。南極の方言なの。初めてそういうのあるの。なんかそういうのあるらしい。さあ、ということで、今日は方言スプラッシュと謎の2名の方にお越しいただきました。拍手、ありがとうございます。
方言でいいところ教えてもらいました。二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ではではダンスショーに戻っていきましょう。ムスプラッシュはね